ション盛りだくさんのスペシャルな一日になっております。ありがとうございます。内田健太です。短い時間ですが一緒に楽しみましょう。前田亮介です。亮介って呼んでください。お願いします。じゃあねー。笑ってながらねー。散歩行きます。お散歩行きます。散歩行きます。かっこいいかっこいい。これいいやん。なーにラッキーパン。来て来て来て。わーあーあーって。ハンドハンドシミュレーション。よっしゃ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 。じゃあじゃあじゃあ、やっぱフルースなんで匠くん注目してます。絶対点決めてください。社長のこのやるぞファン結構いるみたいで、この間言ってました。北野選手、高田引っ越しセンターの高さんですから。悲しいやつ聞きたいな。2022シーズンはラストトップパーフォー。国際基準でやりますし、結構シビアにやりますんで。スペシャル解説は関根英語。こんにちは。対戦成績過去5回成績は、そして伊方町ほぼない。今日
このメンバーでやるのもしかしたら最後になるかもしれない、いろんなことも含めて。だから来年のことなんか全く考えなくていいし、今俺らはこの試合に集中して、サポーターの人もう今日もしかしたら今日来たら最後になる人もいるかもしれないし、その人たちに向けてはもう全部出し切ってほしい。いつも通りやって、いつも通りのケンタでいつも通りプレーすればそれが達成できると思うので、その中で絶対勝敗がある。勝ちたいと思う方に絶対勝つ、それがもうサッカーなので絶対集中して、もしも何かあったらいつでも頼むと思います。OK、行こう。いい準備して、ギアアップして。ピッチ上に登場するのは、インプレイヤーに戦って、愛媛の守護神ゴールキーパーの2人。NHK 松山放送局南海放送処方箋の船越先生14日から11月13日までご利用は何があるのか、これだけの前で試合に勝利するだけ。Thank you.
ち行きというのは、その真剣勝負の世界では本当に難しいこと。ゾロという結果、しかしそれは、そしてヒロト、誰か背中当たらなかった。ありがとうございます。お願いします。お願いします。肩を上げアスルクラの沼津、勝利を掴むことができる。皆さんがいらっしゃるからこそ走ることができる。さあ、いよいよ次のホーム戦が本ゲーム最終戦ということになりました。それは11月12日土曜日15時キックオフ、相手はアスルクラの沼津。今シーズンもこのほぼ1年間皆さんも共に戦った中、最終戦の10月が19日この人間戦の中で公開されます。トータルが12日、皆さんは一人でも連れていただいて、この人間戦の中でまた一度大会が共にできるように幸いです。試合が悔しいから勝ってやりたかった。